生きたカエルを磁気浮上させる実験画像。アンドレガイムとマイケル・ベリー卿はこの実験で2000年イグ・ノーベル物理学賞を受賞した。イグ・ノーベル賞とは人々を笑わせ考えさせた人物に与えられる賞。マーク・エイブラハムズが1991年に創設したノーベル賞パロディー。イグ・ノーベルとはノーベル賞の創設者ノーベルに否定を表す。 窃盗時的に IG を加え、英語の形容詞、イグノブル英語発音、ノーブル、はずべき、不名誉な、不誠実なにかけた造語である。公式のパンフレットでは、ノーベルの親戚と疑わないイグネシャス・ノーベルという人物の遺産で運営されているという説明も書かれているが、ノーベル賞にちなんだジョークである。マーク・エイブラハムズ1991年。 ユーモア系科学雑誌のマーク・エイブラハムズ編集長が、廃刊の浮き目に遭いながら、サイエンスユーモア雑誌、風変わりな研究の年俸を発刊する際に、創設した賞であり、面白いが渦もれた、研究業績を広め、並外れたものや創造力を称賛し、科学、機械、テクノロジーへの関心を刺激するためと始めた。その雑誌と編集長が、イグノーベール賞を企画運営している。 共同スポンサーは、ハーバードコンピューター協会、ハーバードラドクリフ SF 協会といった世界の SF 研究会が数多く協賛する。毎年9月もしくは10月に人々を笑わせ、そして考えさせてくれる業績や不変わりな研究、社会的事件などを起こした10の個人やグループに対し、時には笑いと称賛を、時には皮肉を込めて授与される。このように、 インパクトのある斬新な方法によって、脚光の当たりにくい分野の地道な研究に、一般の人々の注目を集めさせ、科学の面白さを再認識させてくれるという貢献に、繋がっている。科学研究以外に、カラオケやたまごっちバウリンガルといった商品の発明に対して賞が、贈られる場合もある。賞が創設されて以来、日本は繰り返し受賞しており、 イグノーベル賞常連国になっている。また、継続的に受賞しているのは、日本以外に、イギリスで、創設者のエイブラハムズによれば、多くの国が、貴人、変人を蔑視する中で、日本とイギリスは誇りにする風潮があるという、共通点を挙げている。毎年テーマがある。その中から多くて十部門が、賞に選ばれる。同賞には、 ノーベル賞と同じカテゴリーの賞もあれば、生物学賞、心理学賞、昆虫学賞など本家ノーベル賞にはない部門も随時、追加されている。そのため賞が贈られるジャンルは多種多様と言える。選考対象は5000を超える業績で、書類選考は、ノーベル賞受賞者を含むハーバード大学や、マサチューセッツ工科大学の教授ら複数の選考委員会の審査を経て行われる。 受賞の公式基準として人々を笑わせ、そして考えさせてくれる業績に合致する項目から条件をクリアした10程度の個人、団体が選考される。また本家ノーベル賞とは違い、個人も対象となる。皮肉や風刺が理由で賞が授与される場合もある。例えば、水爆の父として知られるエドワード・テラーは我々が知る平和の意味を変えることに、 生涯にわたって努力したとして、1991年にイグノーベル平和賞を受賞した。1995年には、フランスのジャック・シラク大統領も、広島の50周年を記念し、太平洋上で核実験を行ったため、平和賞を受賞した。1999年の科学教育賞は、進化論教育を規制しようとしたカンザス州、 教育委員会ならびコロラド州教育委員会に送られた。2020年には新型コロナウイルスの世界的流行で政治家が学者や医師よりも生死に影響を及ぼすことを知らしめた。として、米国のドナルド・トランプ大統領やブラジルのジャイル、ボルソナーロ大統領ら9カ国の首脳に医学教育学賞が送られた。 授与式に受賞者が現れないことも多いが、エイブラハムズの本ではこれに対し、受賞者は、授与式に出席できなかった。と批評する。サンダーズシアターイギリス政府の主任科学アドバイザー、ロバート・メイは1995年、大衆が真面目な科学研究を洗い物にする恐れがあると、イグ・ノーベル賞の運営者に対しイギリス人研究者に、今後賞を贈らないよう要請した。 この主張に対し、イギリスの科学者の多くからは反発、反論が起こった。名の要請にもかかわらず、1995年以後も選出されたイギリス人にはイグノーベル賞が贈られ続けている。イグノーベル賞という名称を最初に考案したのは、イスラエルの物理学者、アレクサンダー・コーンであると言われている。コーンは1955年に、 ザ・ジャーナル・オブ・エリプリデュ d y p r o d u c を創刊し、1968年の同市上でイグノベルプライズという語を複数回使用している。また、コーンはジアー氏の編集者であったマーク・エイブラハムズに実際にイグノーベル賞を設立することを勧め、1994年には共同でイグノーベル賞を主催するアンルズ・オブ・インプロビブル・リサーチ誌を創刊している。 1997年、ジアー氏の編集者、ジョージ・シェアは、商標侵害、詐欺、凶暴などを理由として、エイブラハムズを裁判で訴え、また420万ベイドルの賠償金を求めた。これに対し、ノーベル賞受賞者のリチャード・ロバーツ、ガドリー・ハーシュバック、ウィリアム・リプスコムは、ストラテジック・エアー・ディフェンス・ファンドを設立し、エイブラハムズを支援した。ありがとうございます。